皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、これからの教室集客も情報を制する者が集客を制するというお話について語ってみたいと思います。昨今ですね、インターネット上もそうですし、あとはいろんな人から聞いたりとか、情報の出所はいろいろあると思うんですけれども、ものすごく大量の情報が世の中には満ち溢れております。で、以前はですね、そんなに集客の手法も、例えば教室集客とかだったらアメブロからやるよねぐらいな、十数年前はですね、そんな状態だったんですけれども、年を追うにつれて教室を開く先生も増えてくれば、当然教室が競争確率も高くなってきますよね。そうすると、アメブロだけじゃなくて、じゃあこんなこともやって、あんなこともやってっていうことで、世の中の SNS と言われるものが、インスタグラムとかもそうですし、 Facebook とかYouTube とか、いろいろなんですけれども、そういうのが次から次へと増えてきて、こうやると集客にいいよ、こうするといいよっていうものがいろいろ出てきて、でそれは確かに間違ってもいないし、やれば効果が出るということも一理あるんですけれども、情報が多すぎてですね、その個人にとって、例えば私なら私自身にとってとか、あなたならあなた自身にとってっていう、どれを精査するのがいいのかっていうことですね。それが見えなくなっている状態でやっていると、結局そのうまくいきにくい、遠回りしてしまうっていうことなんですよね。ですので、今日のテーマは情報っていうものをどういうふうに扱ったらいいのかっていうことを、お伝えするのが本日のテーマとなります。はい、ということで、じゃあ本題の方入っていきたいと思います。まず、情報を制するものが集客を制するっていうのが、これがですね、特に開業初期の人には少しハードルが高い内容になります。で、どういうことかっていうと、情報の出どころがしっかりしている内容の情報で自分実践しないとうまくいかないっていうことなんですよ。はい。で、実例いくつかお伝えするんですけど、例えば、私の情報の出どころはどこですかっていうと、まず軸になる情報は私自身の上位コンサルタントですね。私がコンサルをお願いしているコンサルタントの先生の情報が私の一番軸になっている情報です。世の中にはいろいろネット上とかいろんな方がいろんな情報を出してますよ。だけど、私がその方の思想、あと考え方、あと先見の明ですね、未来を見通す力を、見ていて、私大体教室業とか3年先とかを見て皆さんにアドバイスしてるんですけど、その先生とかは世の中の動きの3年から5年先で話をされる方なんで、それを私教室業に置き換えながら、こういう状態になっていくなっていうことを出て皆さんに伝えると合っている。もちろん私自身がその先生から直接指導を受けていた時とかにも、だいたいその先生が言うことをやっておけば3年後とかだいたい困ってないんですよ。だいたいなので、すごく信憑性があって、未来を見通す先見の明がある。で、その先生はじゃあどこからリソースを得てるかっていうと、世界情勢とご自身の経験値ですね。私よりさらに年数長くコンサルやってますから、経験値プラスクライアントさんの質がいいですよ。長年その先生のところにいて、ものすごく、成果を上げている方がその先生の元についている。とすると、情報交換をすると、その良質な情報を先生が手に入れることができて、それをベースに会員のメンバーにこういうものだよというのを伝えるっていうのを、もう11年以上私それを聞いているんですね。だから、相談はよほど困った時とかは相談したりとか、自分の月例のメンテナンス的に、私ここまで今進んでいて、こんな風に考えてますっていう、ものすごく現状はですね、お悩みを相談しているわけではなく、先の話をしていることが最近多いですかね。未来、こんな風に私考えている未来なんですけど、先生の見解を教えてくださいみたいな、そんな感じ
をお伝えしているので、まあ、それによって未来をブラッシュアップすると何がいいかっていうと、遠回りしないで失敗しないでうまくいく方法が分かるということです。はい、これはですねやはり大きくて、未来の状態が見えると、まあ、例えば、まあ、最近で言うと、まあ、コロナ自体は読めないんですよ。コロナ自体読めないだけれども、コロナによってオンラインが急速に普及するという事象が起きた。で、私が4年前から用意していたのはオンラインでのレッスンとかオンライン化っていうのが必須になるよねということで、うちのメンバーにはそれをお伝えしていたっていうことですね。となると、じゃあコロナになった瞬間どうなったかっていうと、 やってるわけでもう練習もしてるし教えてるんですよ、私のクライアントさんとかが。なので、困らないですぐにオンライン切り替えることができた。だから準備ができているということなんです。準備ができているというのは先の未来の話を聞いているからということになります。で、米粉今すごく流行ってますけど、米粉に至っても、まあ、私は8年前から米粉っていうものは来るよねって思っていて、自分が教えたりとかパンの時にはしてたんですけど、早すぎてもダメなんですよ。世の中のジャストタイミングって3年先なんですよ。で、そこを早すぎたんで、まだみんなが米粉って何とかいうレベルで米粉を広げようとしたから難しかったけれども、ちょっとだけ早いところ、まだ米粉が来るから今やっといた方がいいって言った先生は全部成功してるっていう形ですね。はい、なのでその後もあれですね、工学講座の波が来ていて、今ディプロンが、すごく乱発されてるんですけど、この講座の波も3年4年くらい前からかな、はい、来ていて、個人教室の先生がディプロマを発行して教室運営していいよっていう状態を作るっていうのがトレンドになってきてる、去年あたりからだんだんピークを迎えつつあって、そちらの方がなってきているのも、工学講座を作っていくディプロマ発行っていうのは、私のクライアントさん特に、去年一昨年あたりかな、多く伝えたので、その方たちは収益もしっかり上がっているという、トレンドが今そっちの方に行っているんですけれどもね。そうすると、いろんな方はご相談にいらっしゃるんですけれども、その時に誰についたっていう、誰を別に悪いと言わないんですよ。その方と相性が合わなかった、ないしはその方の授業にマッチングしたドンピシャの内容を伝えられていないとうまくいかないケースがあって、で半年そうついていたんだけれども、全然前に進まなかったっていうことで、お話を聞いて、でどういうふうにしてね、じゃあコンサルタントとか、そういう人を見極めたらいいのか、要は話が 深さがない深みがないっていうことだったことをその方がおっしゃっていたんで、見極める方法はその方がその言ってることをやったことがあることか方かどうかっていう話っていうふうに私はお伝えしてるんですけどね。私が教えしてるものは全て自分がやってきてることなので、皆さんによりいい高次元の情報を渡そうとすると全部自分が実践することになるので、より自分も当然すごいうまくいきやすくはなるし、机上の空論をお伝えしてるわけではないので、身についた状態でしっかり体験として語れるのか、どっかからかしらの情報を適当に集めてきてそれを加工して伝えてるかっていう、この薄さの違いは非常に大きな違いになるかなと思っています。で、私が指示をしている2人のコンサルタントの先生は両先生とも必ず自分でやってから人に伝えるタイプの先生なので、私もそれに習って動いているし、私の、現状をお伝えしているコンサル養成講座のメンバーも実践をした上で伝えてくださいっていうことは言っているので、実践ありきが基本になっています。そうすると、このあたりの話を聞いてきてなんとなく想像がついたかもしれないんですけれども、大事なのはどこからの情報を得て実践するかで、ものすごく遠回りになるかならないかが決まってしまうということなんですよ。ということは、誰を選んで誰に指示するかっていう目も今後先生たちに必要になってくるということです。はい、なので情報の出どころがすごく大事
で、それによって自分の数年が損するか損しないかぐらいのインパクトと、あと考え方、マインドの、捉え方とかも、全然こうその後の人生が大きく変わるぐらいのインパクトがある内容になるので、情報の出どころっていうのは非常に重要視したらいい大事な要件になってくると思います。で、よくありがちなところで失敗しがちな情報の得方をお伝えすると、まず2つあるんですけれども、1つ目が家族ですね。はい、家族の声ってすごく大きいんですよ、近くにいるから。そして家族の声って割と辛辣なんですよ、身内にとって。そんなのうまくいかないよとか、そんなにお金使ってどうするのとか、ね、よく、旦那さんに反対されるっていうご家庭は大体そういうケースが多いです。逆に旦那さんが応援してくださるっていう、すごく恵まれた環境でスタートできる方もいらっしゃるんですけど、伺ってると割と旦那さんに反対されるケースが多い。旦那さんに反対されるケースはどういうスタイルの方かっていうと、それまで自分でちゃんと稼いできてないタイプで、旦那さんから見るとただの無駄遣いと趣味の道楽にしか見えないタイプの人です。はい、あと約束を守らない人、旦那さんと例えば何かをどうするっていうふうに、じゃあ例えば教室業で今月10万稼ぐよって言ったら稼いでないとか、なんか そういう約束を守らない人は信頼されてないから、新しいことにお金をつぎ込もうとすると旦那さんのお金を浪費して食いつぶしているようにしか見えないんですよ。だから割と辛辣のことを言いますよね、旦那さんもね。であと子供もそうです。お母さんそんなのやってて恥ずかしくないのとか言われるんですよね。でそんなんじゃなくて今こうだよとかね言われると、もう身内のダイレクトな言葉で心がグラグラするんですけど、ここで一つ考えてほしいのが、身内なんですよ、コンサルタントとかじゃない、そういうことを勉強してきてない人の感情のほとばしりで言われた言葉を真に受けると、もう全然曲がった方向に行っちゃって、それで失敗してる人も結構たくさん見てるので、情報の出どころはしっかり精査する。例えばそれがちゃんと信頼できる先生の発信しているビデオとか情報とか、何しろダイレクトにコンサルを受けてるって言ったら、信じるべき言葉はその先生の言葉なんですよ。家族に何と言われようとも、うまく調整する必要はありますよ、所詮素人なんです。ここ間違えると家族の声になびいちゃって、そっちに動くと大体うまくいかないっていうのがあるんで、情報の出どころの失敗する例その1は家族です。でその2、仲間の同業者の情報の出どころですね。これ必ずしも失敗じゃないんですよ、必ずしも失敗じゃないんですよ。上手に情報を取得する分にはうまく加工できます。だけれども、例えば価格を決めるとかレッスン内容を決めるって言った時に、普段つるんでるって言うとちょっと言葉があるか、普段ご一緒にしている、切磋琢磨をしているメンバーだとまずそういうこと言わないはずなんですけど、どういうことを言われるかっていうと、頭一個飛び抜けようみたいな、金額変えよう内容変えようって言うと、そんなの人来るわけないよとか、高すぎるよとか、ストッパーとブレーキかけてくるのが日頃つるんでいる同業他社の先生ですね。だから誰と付き合うかっていうのも非常に大事なんですけど、これいい先生と付き合ってると、新しいことにチャレンジすることに、内容はどうあれ、そういうことやるんだ、すごいね、頑張ってっていうふうに言ってもらえるはずなんですよ。だいたいブレーキをかけてくる先生はどういう先生かっていうと、残念なことに売れてない先生だったりとか、うまくいってない先生だったりするんですよ。めちゃめちゃうまくいってる先生はそんなブレーキはそんなかけてこないんですよ、だいたい。だから稼ぎたい方向に向かいたい時には付き合う相手が変わっちゃう時があります。なのでお金の話はしないけれども、そこの仲良くね、好きだから、人間的に好きだから付き合う全然 OK なんですけど、そのやろうとしていることに対してブレーキをかけてくる人とはあまり付き合わない方がいいかなというふうに思います。無意識の嫉妬とか入っちゃってる時とかがあるので、それを見せないように上手にブレーキかけてきます。はい、そういった方たちはね、だからその方たちがめちゃめちゃうまくいってて、お手本にするべき人たち
だったら、まあ、言うこと聞いてもまあいいかなとは思うんですけれども、一人一人個性が違うので、同じやり方でうまくいくかどうかっていうのは素人目には判断しがたいんですよ。ただ業界内がこういうことになってるよねとか、例えばこんなところの大手のなんか業者さん潰れたよねとかいう話とかは事実としての情報交換で手に入れてもいいんですけれども、事業の身体に関わることに関しては有識者、ちゃんとその情報を冷静に精査できる人に相談をしないと、これまた道誤る感じですね。このケースも結構多く見てますね。同業の仲間からこんな風に言われて、こんな風にしていた、まあ、言われたままなびいちゃう方もなびいちゃう方なんですけど、まあ、それはさておき、そういう風に言われてこうやってたっていう先生で、一回ちょっとその考え方はちょっとリセットしましょうっていう話をして、まあ、こういう方向でやっていきましょうっていうことで、私が方針、要はその人がそれができると思って私は言ってるんですけれども、その方針を出した時に、それを言うたら仲間からこんな風に言われますとかっていうタイプの人が乗り越えられる一つの大きな分かれ道になるのは、とはいえ乗り越えてそこは無視して頑張るか、そっちの顔色を気にしながらやるとやっぱそっちの世界に戻っちゃうのでうまくいかないんですけど、そこで決意ができる先生とか 2,3 ヶ月でもうガラリと教室が変わる時とかがあるので、まあ、周りの環境と影響とどういう情報を手に入れて動いていくのかっていうのはすごくね大きな要因だなっていうのは、そういうお話を伺うたびに思います。なので稼ぐことが全ての幸せではないし、その成功の度合いっていうのはもう人によって違うんですよね。金額は分かりやすいですけれども、生徒さんとね、これぐらいの人数の生徒さんとこういうふうにやっていければもうそれで十分っていうのであれば、それが幸せの度合いで全然構わないと思います。疲弊するだけしてしまうタイプの方とかもいらっしゃるので、私自身はなんていうのかな、まあ使いたいことっていうか、その教室の例えばで先生たちが集うこんな場所が欲しいとかっていうと、その場所のための資金とかが必要になったり、こういうイベントを開催したいとかって思うと、それに必要な資金とかっていうのが必要になってきて、なるべく、ね、私が生きている間に伝えきることができる量を増やすっていうことは加速度を上げていかなくてはいけないので、まあ、そのために必要になるお金っていうのは当然出てきるので、それに見合うだけ稼ぐっていう予定なんで、私の場合にはそういうふうに考えて動いているけれども、皆さんにとってその道が全部幸せかっていうとそうではないんだけれども、ある程度稼ぐっていうことをする、まあ、あとお金をね、お金でお金を生む投資の方も知識も合わせてなんですけど、全て情報が基軸になりますので、情報を制するものが集客を制するし、経営も人生も制することになるっていうことがあるなというふうに感じたので、情報の出所をしっかり把握して、どの情報を取りどの情報を捨てるかっていうことが今後教室業の先生にとってもうまくいく秘訣なんじゃないのかなというふうに思っております。ということでまとめていきたいと思います。これからの教室集客も情報を制する者が集客を制するというお話の真実は、誰からその情報を得てどのように実践するかということが大事になってくるということになります。はい、以上でございます。頑張ってください。それでは。